オール沖縄一区の赤嶺政権です。7期21年間国会で無地図だから沖縄の平和の心を届けて頑張ってまいりました。安倍菅政治の自民党政権の9年間貧困と格差が拡大し、それにコロナが追い打ちをかけました。憲法と民主主義が壊され、沖縄県民の民意は踏みにじられてきました。政権交代が必要です。今こそ政権を変えて新しい政治を作ろうではありませんか。本当に毎日毎日苦しい思いをしている、その救いの道が雇用調整助成金かと思ったら手続きが煩雑で困難だという人たちに答える答弁の中身にはなっていません。米側の同意がなければ基地の立ち入りも調査もですね、沖縄側日本側が思うようにできないと。住民は米軍の攻撃だけでなく日本軍からも砲弾の雨の中を棒から追い出され、食料を奪われ、口封じのために赤ちゃんに手をかけるよう強要されました。まさにありったけの地獄を集めたような戦場になったのが、今政府が土砂を採取しようとしている地域の。今回の衆議院選挙のテーマは政権交代です。私たち沖縄県民は今の政府が国民の声をいかに無視をするかを知っています。オール沖縄一区代表赤嶺政権、赤嶺政権さんに皆様の一声一声で一票を積み上げて国会へと送ってください。よろしくお願いいたします。皆さん、今度の総選挙はこれまでとは全く違います。市民と野党の共闘が全国に広がり、政権交代ができる選挙であります。オール沖縄の団結が全国に広がりました。沖縄を思う皆さんの心を私赤嶺政権にお寄せください。県民の力で平和で誇りある豊かな沖縄を切り開きましょう。よろしくお願いいたします。うちの藩中うせいてまいびらと、沖縄二区アテリア監督さんが守ってきた社民党の議席、オール沖縄の議席です。で、国尾さんおっしゃったように、普天間基地をはじめたくさん基地があって、ここでやっぱり声を上げていかないと大変なことになる。国会にいますと、自民党がどんなに沖縄の人がいようが踏み潰していくような、そういう政治の動きを沖縄の人たちが頑張って声を上げている状況ですよね。で、声を上げるからこそ PFOS やいろんなことも少しいろいろ前進するわけで、沖縄の声が、沖縄の皆さんたちの現場の声が国会の中できちっと反映されないと、もう大変なことになると思っています。ですから、どんなことがあっても頑張らなくちゃというふうに思っていますので。辺野古の新基地をどうしても作るんだと言ってます。資産では1兆円それ以上かかるんじゃないかと言われている、さらには危機感も15年から20年かかるんじゃないかと言われております。軟弱地盤も出てきたという状況の中で、なぜ辺野古の新基地、辺野古の綺麗な海を埋め立ててまで基地を作らないといけないのか。ましてや15年以上かかるとなると、今の責任者はもういないわけですよ。世界情勢も変わってくる。どうしてそこに執着してどうしてもやらないといけないのかということが極めて疑問でありますし、本当に不条理だと思っています。この通常国会で重要土地規制法、そして
改憲手続き改正法が成立をしました。憲法改悪をさせてはならない、また重要土地規制法、沖縄にとってとっても問題のある法律です。1976年、日本はその平和憲法に支えられてきたんだということを国民全体が分かっているはずなんですね。ただもう歴史的に70年も越すと、そうだね、変えてもいいねという人たちが出てくる。当然これはもう戦争分からない、経験ないからなんですが、ただ今の世界の情勢の中で本当に日本が安易に憲法を変えていいのかということは極めて重要な課題なんですね。じわりじわりじわりと来ているんです。こういうことを自民党だからしょうがないだろうという話ではなくて、沖縄にとってこれ重要な問題だと、だからもう少し待ってくれとか、あるいはそれには異議申し立てるとかいうことをせめてやってもらいたい。私からすると昔の自民党はまだ賛成派もいれば反対派もいたと、意見を言える雰囲気があったと思うんですね。ところが今は意見を言うどころか、そういうことを一言でも言ったらもう阻害されていく。特に官僚の皆さんもそうでしょう。反対したらみんなこう阻害されていくというような環境ができつつある。このことは極めて、本当に不安ですよね。これはもう先ほどの人権の話、民主主義の話にもなるんですが、それが全部取り壊されている。だから沖縄にとってこの土地規制法案というのは本当に重要法案にもかかわらず、いとも簡単に中身を後で考えますよというような、あまりにもデタラメな法案がまかり通っていくということは決して許されることではないと思っています。感染症対策は国の責任です。ワクチンを配給するのも全て国の責任によって行わなければなりません。沖縄県はその中で歯を食いしばって必死に頑張ってきました。沖縄の振興策、これまでずっと公共工事を中心とした箱物の行政でした。私たちの暮らし本当に良くなっているでしょうか。私たちの賃金上がってますか。大手ゼネコン、本土の企業に沖縄で行われる公共工事の儲けの半分を持っていかれている。残りの半分を地元の業者が分け合って薄い利益率の中で仕事を回している。これが現実です。私たちが戦っていくのはこの構造です。沖縄をコントロールしようとしているこの構造、しかもなお許せないのはこの構造で使っている予算は私たちの税金です。この構造民主主義でしょうか。私たちうちなんちの中で分断をされている、この分断こそ私たちが変えていかなければならない一番大きな敵だと思っています。当たり前に主張して当たり前の振興策を私たちの利益になるような振興策を作っていく、これが私たちは来年半世紀50年目を迎える沖縄の振興策の次の展開だと思っています。今の過去の50年振り返ることはやめて、新しい沖縄を作っていこうではありませんか。新しい沖縄、基地問題も必ず解消して、沖縄がもっと自由に、私たちの子供や孫たちの時代、沖縄の心をそのままストレートに表現できるような、そんな沖縄を作っていかなければ、沖縄の声と民意をしっかりと国政へ届け続けてまいります。愛妻ご崇洋中がなびら、衆議院第四選挙区から立候補を決意した金城徹です。私は25歳より保育の現場で仕事をしてきました。政治家になってからは保育の現場での経験を生かし、子どもたちが大切にされる社会の実現に向けて全力を尽くしてきました。これからも子育て世代の声を政治に反映させ、声なき声の代弁者として未来を担う子や孫が大きな夢を持てる社会にするため、ぬちかじり頑張り抜く決意です。今政治に求められているのは新型コロナウイルス対策です。中小企業や個人事業主への財政支援の拡充を求めていきます。また医療従事者への安全対策にも積極的に取り組み、
県民の命と暮らしをしっかりと守る政治を玉城デニー一里とともに取り組んでまいります。経済政策については保守の立場から沖縄の発展のために全力で頑張ります。離島振興、観光産業、伝統文化の継承と発展、地場産業や農業、漁業の振興にもしっかり取り組みます。沖縄経済を支える中小企業の皆さんを全力で応援します。6年前オール沖縄の風を受けて小名が知事が誕生しました。捕獲を乗り越え辺野古に新基地を作らせないという一点においてまとまりました。多くの県民を勇気づけその熱気は全県に広がりました。オール沖縄の火を灯し続け全国へ広げることが日本の政治を変えていく大きな力になると確信しています。私金城徹を国会へと押し上げてください。一平二平でビタンよろしくお願い申し上げます。